後輩犬の面倒は見てくれるし、決められたルールはちゃんと守るしで完璧に見える甲斐犬ハルエですが、唯一困ってるのは他の動物を見ると警戒吠えをしてしまうことってパパにこっぴどく怒られて反省中。ちょっと目がうるうるしてるじゃないか怒られちゃったの。うるうるしてんの、反省してんの。反省の仕方も完璧すぎてこれ以上怒れません。最近はいたずらもめっきり減ったので、怒ることも少なくなりましたが、数年前まではダメよ、反省してんの。ごめんなさい、ごめんなさいって思ってる。分かった、じゃあいいよ、次はダメよ、分かった。はい、ごめんなさい。はい、これはるちゃんやったの？ねえ、さっきそこ落ちてたんだけど、いたずらしたの？ねえ、ダメじゃん、これ。はるがやったの？これ。ダメよこれ、いたずらしたら。分かった、人のカバンの中漁ってこれ出してきちゃダメでしょ。いい、次はないよ。分かった、ごめんなさいね。はい、はい、この反省の仕方、誰かさんとえらい違いです。反省する姿も完璧な甲斐犬ハルエなのでした。教わり、最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。